出しました。PayU テック G4 のワイヤードリモートコントローラー、これですね。これを使ってかなり難しい撮影になります。というのもロックモードに入れます。少し長押し、ロックモードにしたときはこれ、このように回るわけです。ちょっと上に下向いちゃった、ね、こんな調子で回るわけですが、実際ロックモードですので、こうやって振ったときは同じ方向を向いてしまうのかな。バイクが左折した時も同じ方向を向いたままになってしまう。だから左折、右折、左折する時は同時にリモートでカメラをそっちに向けるという難しい操作が必要になってくる。いろいろ考えたので、これのコントロールがおかしいんですよ、まず、まだ。上の手、下の手です。このハンドル下に直接こうやってつける方法を取りました。ハンドル持ったままコントロールをするという、これが一番安全ですのでね。当然です。バイクが曲がる際に一緒に曲げるという難しい操作にチャレンジをいたします。はい、こんなところついてます。はい、こんな調子です。あ、こう上げた時にね、どっか行ったんですが、向いてないようになっちゃうから、これで曲げると、こっち向いてよ、こっち向いてよとこうやるわけだ。これを右左折にしながらやると難しいですよな。できるかどうか分かりません。上向いちゃったり下向いちゃったりするんだね。まだおかしいな、コントロール。一緒に上向いちゃったりする。この辺を克服しながら撮影に挑みます。やってみなきゃ分かんないから。では行きますよ。行きます。発進。左と右と間違えてしまう。
これが足りない。周りはなんとかついていけるようになりましたけど、これ難しいよ。寄ってからに どうもバイクの向いてる方へ合わせる癖がついているので、そうじゃないかな、道の曲がってる方向へ向けなきゃなんない、先に。実際はこういう方向へ向けてないとダメなんだよね。もうこっち曲がるよ、これでやってみようか。曲がる方向へカメラを先行して向けておくという、そんなことをやらないと間に合いません。ほら間に合うだろう、よいしょ、こんな風に抜けちゃう、すごいね。
ここにいます。レイ君ここで吠えてます。ここにいます。Facebook 動画ではアイコンまたはリンクインフォより登録をお願いいたします。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。